チヒョヌ主演作を日本初放送。恋愛が苦手な精神科医、小説家志望のヒロインとその親友、ひょんなことから3人の同居生活がスタート。恋愛は苦手だけど心に寂しさを抱える3人の行方は。ラブコメディ、恋愛はめんどくさいけど寂しいのは嫌。11月23日スタート。